そのね、現実に日本のような世界、まあ中国に一部抜かれたけどもね、世界第2第3の経済大国というものの産業がね、果たしてね、その太陽の光やね、そのね、風車なんかで賄いきれるかって、できっこない、そんなことは。太陽光だけでね、日本の産業って賄えますか、それだけじゃないって。じゃあ風車、そうか、何なの。あれね、原子力はね、そのね、ある意味じゃ非常に危険でしょう。しかしね、フランスはちゃんと管理してるじゃないですか、はい、でね、フランス人ができることは何で日本できるんだろう。日本のシステムが悪いんだ、完全に官僚と東電とね、政治が癒着してね、人事の配分、その他意見あるじゃないですか、東京に原発を作れということを言う人、これに関してはどういう。僕もそう思います。言ったことありますよ。そうだ、いいんでね、ただ一概に今度の事件でね、原発全部否定することがね、ちっともね、人間的なことではないし、ね、非常に軽率でね、結局後でね、なんとか悔いを残すことになるんじゃないかと私は思います。石原のじいさん、時代遅れは言わん方がいいってな。世界中で風力発電は最重要の発電になっている。コストで太陽光や風力発電は最も安い。石原のじいさんのような素人、時代遅れは言わん方がいいってな。要するに原爆が好きなんだろう。原爆があるぞって中国を脅したいんだろう。じいさんのような危険なネトウよ、日本にはいらないって世の中に害毒流しているってわかるか。